たんじゃない、ちょっと成長したんかな。そうですね、私も以前若者だったんですよ。まあ、若い人たちがやはりどういう印象を持つのかというのはやっぱり若い時の経験というのは誰もが経験しているのに同じようなことが繰り返して行われているということがすごく不思議ですね。で、次のパネルの皆さんは本当に今戦いの最前線にいるニュースの人たちで、今回は生での配信になります。今までのパネルはすべて事前に録音したものだったんですが、今回は生配信なのでお楽しみください。なのでパネルの参加者をまず一人ずつ紹介をしていきたいと思います。ではアナさん、さよなら。そして次、若者のパネリストを紹介していきたいと思います。これはユースのパネルなんですが、まずブリアンナさん。ブリアンナ、こんにちは。ご無沙汰です。またお会いできて嬉しい。本当にこういった形でまたオンラインで会えるのは楽しいですね。そして次、バネッサさん。本当、魔法のように出てくるんですね。次、レイさん。レイさん、こんにちは。そしてグレタさん。グレタ、こんにちは。そして最後、ニッキーさん。で、ニッキーは司会をしてくださいます。なので、私はここで退出して、皆さんにバトンタッチをしたいと思いますので、あとはニッキーさん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。こちらのユースパネルへようこそ。本当にご参加いただきありがとうございます。世界中から見ていただいている皆さん、そしてパネリストの皆さん、ようこそ。私はニッキー・ベッカと申します。アルゼンチンで気候の活動をしているものです。今日は若者の力についての話をしていきたいですが、ユースは本当にもう常に自分たちの最前線で戦っていく力を持っているからです。この社会の中でユースの役割、そして私たちは今のままの世界にも満足していない。だからこそ変えていく、組織をしていく、活動をしていく、自分たちの声を上げていくというふうにしています。なので今日は世界各国から4人のすごく素晴らしい活動家に出てもらっているんですが、バネッサ、レイ、グレッタ、ブリアナ、今日は本当にありがとうございます。では最初の質問を皆さんにしていきたいと思いますが、まずなぜ活動家になったのかというきっかけ、そしてモチベーションについて話していただければと思います。ではブリアナさんからいきましょう。はい、ニッキーさん、ありがとうございます。今日このパネルで若い女性ばっかりのパネルに出れるというのはすごく嬉しいです。本当にすごく重要な質問だと思います。私がまあモチベーションとしてその活動に参加するきっかけというのは、気候変動とまあそれが自分の島に与える影響について学んだときに、すぐに何かしなきゃいけないというふうに思ったんですね。私はサモアというところの出身ですが、大きな海の中にある小さな島々ですが、本当に活気ある文化、そしてフレンドリーな人々の国です。私にとってこの島、そして文化の存続というのは譲ることができないものですね。なので気候正義のために戦うというのは、私の家、私の国の存続のために戦うと同じです。最前線のコミュニティで活動しているほとんどの若い、環境変動活動家と同じように、私たちはこれやらなきゃいけないからやっているんです。やらなければ、沈黙すればそのコストはあんまりにも大きいからです。それが私の参加しているモチベーションです。ブリアンナさん、ありがとうございます。次、誰行きましょうか。バネッサさん、どうですか。ありがとうございます。私が2018年の時覚えています。その時私が初めていろいろと調べたりをした時だったんですが、気候
について調べたり、もともとビジネスを大学で勉強していたので、本当に環境のこと何も知らなかったんですね。そしてその環境と自然と私たちのつながりについて知らなかったんです。しかし調査をしていく中で、私の国の人たちがどういうふうに気候変動の影響を受けているのか、どういった被害があるのかということを分かったんですね。でその研究をしていく中で人々の生活、命そのものが脅かされているということが分かりました。私たちの国はその農家が多いんですね。で多くの家庭は、まあ、特に田舎の、まあ、農村などの出身の人たちは本当にその気候変動について水の不足ですとか飢餓ですとかそういったような本当に具体的に直接的に影響を受けているということがあるんですね。私たちの生活の全てのところに影響を与えてしまっています。そのために私は活動家になろうと思ったんです。で気候ストライキ、私の国で、まあ、一番最初にですね、グレタさんがストライキをスウェーデンでやっているのを見てすごくインスピレーションを受けたんです。でそれを見て私も同じことを自分の国でやりたい、できるんだというふうに思ったんですね。そして本当にモチベーションを、まあ、得ているのは世界中で何百万人もの若い人たちが気候正義のために声を上げている。そして気候正義だけではなくてあらゆる正義のために声を上げているということですね。それを本当に若い人たち、そして特に若い女性たちが政権に対して当局に対して声を上げているということはすごく重要です。レイさんどうでしょうか。今日はありがとうございます。参加できて嬉しいです。私はフィリピン出身のレイと申します。まあ、フィリピンは、まあまあ、保守的な国ではありますがトランスジェンダーの女性としては、まあ、どういった状況なのか皆さんも想像できるかと思います。私は、まあ、この活動に参加したきっかけは大学では私は生物学、分子生物学を勉強してたんですね。しかしその勉強している中で、まあ、例えば何か研究をしたら誰が、まあ、その、まあ、利益を得るのか、誰のための研究をしているのか、でその時に LGBT の人たちが科学の中でも科学の分野の中でも直面しているような課題などについて知る、まあ、きっかけになったんですね。そのために活動家をやろうと思いました。で私が参加している団体なんですが、バハガリという LGBT の、まあ帝国主義に反対している運動なんですが、 LGBT の人たちが直面している課題は社会全体の課題でもあるというふうに信じているんですね。なので気候変動も LGBT にとっての重要な問題だと思っていますし、私たちとしても活動していかなければいけないというふうに思うんです。でフィリピンの場合ですと、まあ、さまざまなレイヤーがあるんですね。気候危機、まあ、気候の災害にはさまざまな影響があります。私たちの国はやはり直接的にかなり早い段階で気候の危機、そしてすでにその災害などが発生しているんですね。洪水も海上の上昇などもすでに起きています。しかしフィリピンの場合ですと、まあ、ある意味で、まあ、少し遅れている国というふうに言えると思います。私たちはかなり他の国に依存している、そして搾取されているというようなことがあります。なのでそういうようなことを考えるとフィリピンのような国はやはり、まあ、気候危機については決定する力はあまりないんだけれども影響を受けている、もう溺れてしまうリスクがあるという状況があります。なのでそういった意味で帝国主義、植民地主義、そういったような問題も本当に関連していると思います。でも本当に私たちがその戦わなければいけないということですね。そして私の個人的なモチベーションなんですが、今日のパネリストの皆さんも本当に世界各国で若い人たちが立ち上がっていること、権利のために戦っているということを見るのが私のモチベーションになっています。レイさんありがとうございます。そして最後にグレタさんいかがですか。はい、お呼びいただきありがとうございます。本当に素敵なパネリストを一緒に登壇できて光栄です。私は非常に恵まれている国から来ています。我々は
排出量は多いですが、影響を受けるのは割と少ない方ということになります。私にとっては小さい頃から気候危機というのはあまり遠い存在でした。みんなにとってあまり存在しないものでした。なので、あ、何度か高くなるだけか、すごく寒いのでいいなぐらいの感覚でした。でも私はそれが理解できませんでした。一つ言っていたのは、気候危機というのは人類を崩壊させることになりうると言っていると同時に、人々は全てが大丈夫、 何も起きてないかのように振る舞っていたので、そういう意味では危機は存在していないように感じました。なのでそれについて、気候危機について勉強を始めました。この、2つの矛盾することがあることに理解できなかったのに、すごく勉強し始めて、夢中になりました。一度理解してしまうと、理解をしなくなることができないので、私は何かをしないといけないというふうに感じました。いつも今まで通りの生活に戻ることはできませんでした。こういったことが起きていると知った上で、それは認めることができませんでした。私は倫理上の、義務があると思いました。そして私はオーティズム、自閉症を持っていますので、何かをすると決めると、100% それにコミットします。なので誰かが何かをしないといけない、私は誰かだということで何かができるというふうに思いました。なので言っていたように、私も他の人の活動を見て原動力をもらっています。この戦いを私が生まれる前からずっとしてくださっていた方々にも刺激をされますし、例えば Fridays for Future の運動の中の人々、それだけではなく地球上で自分たちの権利のために戦っている全ての人たち、環境のために戦っている全ての人たち、特に最前線で戦っている人々、本当に大変な状況にもかかわらず戦っている人を見ると、彼らができたら私もできるというふうに感じます。そして何かしないといけないということもあります。私も大きくなったらできることは全てやったというふうに言えるようになりたいので、そのためにもやっています。今やるべきことはこれしかないというふうに感じます。何かしなければなりません。そうですね、皆さん自分のストーリーをお持ちで本当に素敵で、それを知れてとても良かったです。次にお一人ずつ別々の質問を聞いていきます。まずはバネッサさんからいきます。これは明らかになってきたことですが、まだこの気候正義について理解が少ない部分もありますので、ご自身の経験を交えて教えていただけますか。ありがとうございます。私にとっては気候正義と人種の正義というのは本当につながっているものだと感じております。歴史的に二酸化炭素排出量を見てみますと、今でも見れるようにこれらの問題というのは本当に深いつながりがあります。一番影響を受けている人々というのが一番加担していないという人々となります。こういったコミュニティというのは黒人の方であったり、ブラウンの人々、有色人種の人々であったり、先住民の人々がこの気候変動の影響をもうすでに受けています。しかしながらその人々は一番加担をしていません。彼らは食べるものを見つけるのに苦労していたり、土地を守ることに必死で戦っていたり、生態系を守るために戦い続けたり、食料へのアクセスのために戦い続けております。西洋の国々のコミュニティを見ると、の排出量が増えていることを見ると、
そしてメディア自体を見てみますと、最前線にいる人々というのはあまり新聞の最前線にメディアに飛び上がれています。こういったストーリーが、話題になることがとても少ないかと思います。私個人の経験から言いますと、ダボスで私が写っていた写真から私だけクロップされて切り抜かれていたので、こういった話をするたびに昨日のように振り返ります。このこと初めて私は人種差別というのを気候危機運動の中で感じた時です。この時私は自分が何を自分の存在感を疑うことであったり、今までやってきた活動であったり、その会議に参加している意義であったり、地元の人々、地元のコミュニティ、最前線で方が戦っている人々のことを考えて、私は本当に大きな機会を与えられまして、記者会見で話すことができまして、この記者会見にいる最中に私の存在とメッセージは無視されたというのが明らかでした。なのでそこにいれなかった人、ダボスに来れなかった人のことを考えて、声を拡散しようとしている、それにすごく尽力している方のことを考えて、この気候正義というのは正義と話すことはできないと思います。黒人の方のコミュニティというのは気候危機にさらされています。彼らは最前線にいるのに全くメディアに取り上げてもらえておりません。声を聞いてもらえていません。今言われている解決策というのは気候危機の解決策の中でも不正義が見られます。こういった解決策は全ての人ができるものではなく、コミュニティができる解決策ではありませんので、私たちは求める正義を実現するために、環境のために、全ての人のために、その実現するために、植民地主義を気候危機環境保護運動から取り除く必要があります。影響を受けている人々のストーリーを共有する必要があります。すべての活動家がストーリーを持っていて、すべてのストーリーから解決策が生まれて、すべてのストーリーから誰かの人生に影響を与えると思うので、正義を実現するためには協力し合って、すべての声を尊重し、すべての尊重する出身や見た目に関わらず、言語に関わらず協力し合って、それを実現する必要があります。最も影響を受けている場所に住んでいる方々が正義を実現するために。バネッサさん、ありがとうございます。そうですね、気候危機、気候正義のために戦っている人、のために戦う際に、はい、多くの国で活動が、すいません、ちょっと質問、そうですね、少し音声が分からなかったので、もう一回聞いていただけますか。はい、一つレイさんに聞きたいと思いますが、活動家であることがとても危険である国で活動をすることというのはどんなことでしょうか。教えてください。はい。フィリピンは現在、私たちは内戦中です。
それは、フィリピン政府と共産主義の軍隊の間に、それは50何年も続いているものです。これはなぜ重要なのでしょうか。これは私たちに、活動家にとって影響があるからです。そして政府というのはこの、軍事革命を終わらせることができていないからです。なので、いろいろなものが犯罪化されています。フィリピンの中では私のような女性、特に私のような女性は少しでも政府を批判したり、例えば先住民族への正義を求めたり、正義のある未来を求めたり、気候危機の終わりを求めたりすると、テロというレッテルが貼られます。私たちには今そういった現状が起きています。そして政府を批判するということで、武装組織であるとか反政府組織ですとか共産主義の組織ですとか、そういうふうにレッテル貼られるんだけれども、それは言葉だけではなく本当に危険なものになるんですね。多くの活動家は実際に殺されてしまっています。その国家勢力によって共産主義者というふうにレッテル貼られて、それで命がさらされるということもあります。私自身もこのような暴力を直接受けたこともあります。昨年プライドマーチをフィリピンで主催をしたんだけれども、その時に LGBT としての正義を求めていた、そして政府の責任を追及しようとしていたということで逮捕されてしまうというような状況だったんですね。私そして他の19人の LGBT の人たちが本当に嘘の理由で逮捕されました、拘束されました。私は声を上げるということだけで逮捕されてしまったことを経験しています。そして拘束されている間もさまざまな形でジェンダーベース、ジェンダーに基づいた暴力、性的暴力なども受けてしまいました。そのような虐待も受けています。これは聞きづらいことかもしれないんですが、これが私たちがフィリピンで直面している現実です。そしてそれが多くの世界中での活動家たちの本当の現状です。私たちがその社会の構造そのものに疑問を訴えていくというふうにすると、このようなことになってしまうんですね。例えば先住民の権利を求めている友人の活動家、その伝統的な土地の搾取に反対しているために声を上げている人たち、そして例えば気候危機に関する行動を求めている先住民の活動家も実際に刑務所に入れられています。嘘の理由で逮捕をされてしまっています。これが日々起きていることです。もう本当に活動することが政治的にはもう犯罪であるというふうにされてしまっているんですが、それにもかかわらず私たちはなんとか戦って声を上げて、労働者、農民と手を組んで一緒に各セクター、各分野で組織をしていく、活動をしていくというふうにやっているんですね。決して諦めないで声を上げ続けていく。そして私たちが若者としてこの燃えている世界ではなくてもう一つの世界を引き継いでもらうために戦っています。これもフィリピンでの活動家の現状です。しかし先ほども話したように、これは止める理由にはもちろんならないんですね。さまざまな人たちの、例えばこのパネルの他の国でも本当にさまざまな戦いのあるところから参加している人たちが、お互いの戦いから力を得ることもできると思います。レイさん、ありがとうございます。すいません、先ほどちょっと接続が不安定だったようで、ちょっと声は聞きづらかったかもしれないんですが、次はブリアナさんにお聞きしたいと思います。サモアという小さな島のご出身ですが、やはり大きな海の中にいるということで、こう危機の最前線にあるというような話でした。この状況で、その島としての役割はどういうようなことでしょうか。
ミッキーさん、ありがとうございます。本当にいい質問ですね。もう小さな島から学べること、学ぶべきことがたくさんあると思います。特に先住民文化からなんですが、持続可能性ということは、これから作っていこうとしていることではなくて、取り戻そうとしていることだと思います。私のサモアの文化では、バーというものがあるんですが、あるものの中の間の間というものですね。人間と人間の間の間、そして人間と自然の間の間ということを間というふうに私たちは呼んでいます。これは何も入っていない空のものだと考えていないんですね。むしろつながるものというふうに考えています。よくサモアの文化で言う言葉はエタオナトゥレバという言葉があります。でこれはその場という間を大切にしなければいけない、手間をしなければいけない、その関係性も大切しなければいけないということですね。でその気候危機というものは、まあ、人々が人間がこの場という人間と自然の間の間を搾取したせいで起きてしまったものというふうに思っています。場を場の間、手入れをしなければいけないというふうに考えているんです。私たち先住民の文化は、この自然とどういうふうに共存していくのか、調和した生活をしていくのかということを何世紀にもわたってしてきたので、それが本当に私たちが分かっているものなんですね。私たちの村、私たちの先住民の文化は、この地球にふさわしい存在であり、何世紀にもわたってずっと共存してきたわけなので、先住民の私たちとしては、まあ、この地球に住む権利ということだけではなくて、これからも私たちの声を上げていく、そして解決策にも参加していくという権利もあると思うんです。例えばサモアの文化、太平洋の先住民の文化、サモアのバーというバーの間にも本当に解決策がたくさん含まれていると思うんです、ね。なので、まずそこから、それを認めることから始めていくことです。そして最前線にあるコミュニティは被害者だけではなくて多くの解決策を持っているコミュニティでもあるということを認めることが大事だと思っています。リアナさん、ありがとうございます。そうですね、まあ、この質問の後にまた次の質問としましては、これからどういうふうにもっと正義のある世界、もっと公正な世界をどう作っていくのかというのをグレタさんに聞きたいと思います。そしてどういったような課題があるのかということです。多くの人たちがすでに話してくれているんだけれども、公正な世界を作っていくためにはまずは最も影響を受けている人たちに耳を傾ける必要があります。抑圧されている人たちの話を聞くべきです。そして考え方を変えていくことです。人間に対する考え方もそうですし、自然に対する考え方と関係性も変えていく必要があります。それをあまり超えないと本当の意味での真の変化を起こすことができないと思うんですね。考え方そのものを変える必要があります。どういった課題があるのか、まあ、もちろんその大きな人数で集まることが今パンデミックのせいでできないということは、まあ、もちろん一つの課題としてはありますが、今年もう一つの課題はやはり今多くの国、そして企業が本当にさまざまな気候のコミットメントとか約束をしているんだけれども、言葉としてはいいものに聞こえるかもしれないんだけれども、詳細を見ていくと必ずしもそうじゃないんですよね。例えば2050年までにネットゼロになるというふうに言うと、本当に意識が低いからこそ、まあ、それが綺麗な言葉としては聞こえるんだけれども、どういうような問題があるのか、それが本当にどういう意味を持っているのか、そこから報告されていないような排出はどういうものがあるのか、そういったものは本当に問題だと思うんですね。まあ、例えば私たちの目標は、まあ、パリ合意に沿ったものですとか 0.5 維持するためにはどういうことなのか、この企業とかは本当にカンニングをしているように思うんですね。例えば報告の中にはあるものを排除しているようなこともあります。本当に、まあ、幻想の中に
しか語っていないような状況もあると思います。そして全体的なナラティブが言われているようなことは、まあ、今アメリカはやっと動き出したとか、中国も EU もネットゼロですとか、そういうようなことを言っていて、メディアはそのまま報道してしまうんですね。鵜呑みにしてしまうということです。なので、そこにある問題にちゃんと注目をして、そのままそして受け止めるのではなくて、どういう意味を持つのか、どういう問題があるのか、でこれはまあ短距離ではなく長距離のレースになります、マラソンです。なので、まあ、すぐにできる解決というよりも本当に複雑な問題なので、包括的に解決必要があります。小さな一歩というのももちろん重要ですが、構造的な改革が必要なので、それがなければ、まあ、もちろん何もしないよりはその小さな一歩をするということはいいですが、まあ、だからこそそれで満足するかということはそうじゃないんですね。これは本当に多くの人たちにとっては死活問題なので、それがまあ今直面している一番大きな課題だと思います。やはりモメンタムを維持すること、そしてまあ諦めて、まあ、もう長い間やってきたから、もうこれで、まあ、とりあえずこれで満足しようか、2050年までネットゼロでいいか、それで諦めずにこれからも戦いを続けていくということが重要です。グレタさん、ありがとうございます。そして同じ質問を他の人たちにもぜひ聞きたいですが、まあ、今も少し話に上がりましたが、ぜひ次に聞きたいのは、若い活動家としての課題について教えてください。リアナさん、はい、私にとっては一番大きな課題というのは、このインターセクショナルの部分、交差性がいかにこの問題にあるかという部分を説明するのがとても難しいかなと思います。この問題はたくさん話されているものですが、もうこれは植民地主義とかの影響もあります。気候正義というのは今までの原因に向き合うこと、黒人であったり先住民族の方々、有色人種の方々のコミュニティが影響を受けたことについて認識して、その影響を理解する必要があります。活動家としてそれを私は認めて、交差性のあるこういった問題を解決する必要があります。人を聞きを解決するためには、もともとそれが出てしまった仕組みを解体する必要があります。多くの場合これが会話の中で含まれないこともあって、正義というのは先住民族の正義であり、人種の正義であり、LGBT の方々の正義でもある。この壊れた制度が全て解体され、作り直される上で正義というのが実現すると思います。ブリアナさん、ありがとうございます。バネッサさん、いかがでしょうか。ありがとうございます。課題というのは私が活動を始めてからたくさんあります。私の国では何か大きなストライキとかを計画するのは難しいような国です。学生を巻き込んだり多くの人を巻き込んだりは許可をもらうのが難しかったりして、特に大きな団体名とかが団体の支援がない場合は難しいです。なので私にとっては一つ大きな課題でした。あとは今思い出していますと、このアクティビズムというのは結構ネガティブな反応というのもあります。オンラインであったり直接言われることもあるので、一つ大きな課題、難しい部分だなって思います。私個人としてもそうですし、他の活動家もそういったことに直面していると思います。そして活動家が、私が一緒に活動している活動家が直面している課題ですが、例えば逮捕されてたりしていますが、それは彼らにとって本当に重大な問題であり、私たちにとっても
私たちの活動というのはすごく難しいものにしてしまいます。常に何が起きてしまうかを心配しながらやらなければなりません。そしてもう一つ直面する問題ですが、人と話すときにコミュニティへのこういった認知度を上げるための活動、ウガンダでこういった活動をする際に、例えばこれをやることによって私は何を得るのとか、私はいくら給料をもらえるのと聞かれたり、例えばこれをやめる代わりに私の家族のご飯を準備してくれるのと言われたりすることもあります。で、活動家ができないというのは様々な理由があってできないというふうに言われて、それは理解できることです。その人たちの背景を見てみるとそうかなと思います。貧困を終わらせる、貧困を根絶させる、ことをやればいいのにと言われたりするので、活動家としてそういったチャレンジもあります。でも私は気候正義のために戦っているということは、貧困を根絶することにも対しても戦っているということが言えます。気候危機というのはどのように貧困の人を貧困状態を維持しているかというのを見られて見えます。影響を受けている人は全てを失っています。私は気候正義のために戦う時にはジェンダーの平等であったり、飢餓をなくすため、本当に大きくたくさんの問題の交差性、このインターセクショナリティのために戦っています。私にとっては今こういった課題があります。私だけではなく他の活動家もそうかなと思います。他の人に理解してもらうため、このいろんな問題が交差しているということを理解してもらうことが一つの課題です。ありがとうございます。そして最後の質問はまた皆さんにお答えいただけますが、さまざまな社会変革をの歴史を見てみますと、若者がその最前線に立っていました。なぜでしょうか。若者の力というのは何だと思いますか。グレタさん、いかがですか。私はその事実に驚きません。自然にそれが起きると思います。若い人はもっといい社会を作りたいという気持ちがあります。親の世代よりもっといいものを作ってより改善していくことを求めます。それは割と自然に感じる気持ちだと思います。若い人はずっとこうだったから変えることができないという言い訳を使いません。私たちは、まだストーリーが書かれていない本のようなものなので、いろいろな偏見であったりがないですし、いろんな期待もまだないです。ずっとこうだったから変えることができないというふうにまだ思いません。もう少し年齢を重ねている人はこういった変化を、妨げるためにこういった言い訳を使いますが、とは若い人、子どもというのはそこまで、大人に比べて社会的な状況をあまり気にしておりません。大人になるといろいろなものが失ったり、そのステータスというのを失う恐れがあるので恐れていますが、私たちの方が失うことが多いと思います。未来自体を奪われる可能性があるんですけど、そういう意味では私たちはそういうステータスとかはまだないので、失うことができないと思います。わかりますかね。そうですね、気候危機というのは最も若い人が影響を受けて受けることになる。それはもう見えることで若者はそれは分かっているので、非常に大きな不正義があるということが分かります。私たちはそれを正したいです。私たちはそれの影響を一番受けるので。ヤイさん、いかがですか。はい、クレタさんが今言ったことにとても同意します。歴史を見てみますと、社会の構造というのは
いつも若者がその変化をもたらす際に最前線に立っていました。これは自然に起きることですね。なのでそういうのも、理由として言われてしまいます。私たちはナイーブだとか理想主義的だとか、夢が大きすぎる、現実的じゃないというふうに言われる原因にもなってしまうんですけど、私たちはより良い社会を夢見ているわけではなくて、夢を見ているんですけど、どこかの段階でその夢を見ることができなくなってしまう、現状を認めてしまうということがあります。でもその今の現状というのは普通ではありません。なので若者というのは大胆なことをできる、夢を見続けられることのできる若者が変革をもたらすというふうに考えます。例えば LGBT の権利のために戦う人、若者もたくさんこの活動をやってきまして、すごく進歩的な活動をしてきました。ジェンダー平等のために戦ってきました。今直面する問題、例えば気候危機であったり、若者っていうのがこれからこの世界を受け継ぐ私たちが立ち上がるのは自然だと思います。なので私たちにとって若者としてそれが一つのチャレンジだと思います。我々は全ての社会の部分に所属しています。若者として、都市の貧困の人もいますし、 LGBT の人、女性の人、労働層、普通の一般の庶民、すべてのカテゴリーに分類される若者がいます。なので私たちは腕を組み合って協力し合って、我々は同じ制度によって暴力を受けている、なので一致団結して変化をもたらす必要があるということを理解する必要があります。なので非常に若者というのは変化をもたらす際に重要な役割を果たしていると思います。レイさん、ありがとうございます。時間がなくなってきましたが、ブリアナさんの意見も聞きたいと思います。はい、今の2人の話は本当にその通りだと思います。若い人たちはやはりもうちょっと前を見てるということですね。でそれはまあ私たちの人生の中のまあ、どういう段階にいるのかということがもちろんそうだと思うんですが、まあ、ある意味でその前向きな姿勢があると思うんですね。もっといい未来を描くことができる、そういったような理由で、まあ、世界を変えていくような運動にいつも若い人たちが前に出ているということですね。もう本当にパッションと希望、夢を持っているということですね。根本的に状況を変えていくもの、ラディカルなものを持っているということですね。世界の構造を変えていくような夢です。バネッサさん、どうでしょうか。そうですね、まあ、一つ補足しますと、やはり、まあ、自分が燃えてる家の中にいると、まずどういうふうにそこから逃げるのかということを考えるわけです、ね、なので若い人たちとして今の状況を見てるのはすごく恐ろしいんですね。地球は燃えている、で政治的な指導者がやっていることはその状況をもっと悪化させていくことだけです。火事を止めるということではなくて、状況を悪くしているということだけです。もう食料がなくなっている、家が燃えている、人々は水や食料などへのアクセスがない、性別多様性へのアクセスが公開されてしまっている。でこれは政府の行動、リーダーの行動によっての影響です。個人的にすごく心配しているのは、どういう未来がこのままだと迎えることになるのかということですね。私たちは未来のために戦っているんだけれども、それと同時に理解しなければいけないのは、未来だけではなくて今すでに起きていることです。すでに危険なもので、
すでに恐ろしいもので、すでにもう影響を受けている人たちがいるので、現在でもこれほど恐ろしいのであれば、じゃあ未来はどうなのかということを考えるとすごく怖いもので、それで若い人たちはやはり正義を求めていくということになるんですね。もうすでに今でも十分に、まあ、怖いものなので、何もしなければ未来はこのままで、まあ、難しいものになるのかというふうに、そういうふうには信じることができないですね。まあ、例えば、まあ、簡単に平和になることはできない。もう崩壊、破壊されているようなことがあるのであれば、なんとかその状況を変えて、より適合的な、より持続可能な、より平等のある未来をみんなのために作っていくということですね。そうですね。そのプロセス、ちょっと音がちょっと漏れているようなんですが、もう本当にからの約束を信じないんですね。嘘を信じない。なので次は行動を取っていくということです。いくつか取れるアクションを紹介していきたいと思いますが、まず一つ目は、ツイッターなどで SNS でできる活動です。ハッシュタグを紹介したいと思いますが、ちょっとニキさん、すいません、またちょっと音が、ちょっと問題ですが、もう一回やってみましょう。そうですね、この中身のない殻の約束にはもう飽きた。自分たちでアクションを取っていきたい。3つ取れるアクションを紹介したいと思います。今、こちらの画面でも表示をされているんだけれども、まず自分のインスタグラムのストーリーで、今日のパネルについて何かを投稿をして、ハッシュタグ、No More Empty Promise。そして、Fridays for Future にタグをつけるということです。そして2つ目は、自分と違う国、自分と違う大陸からの活動家をツイッターでフォローするということ。そして3つ目は、私たちのニュースレターに登録をするということです。多分今、画面の方に、下の方にリンクも出ていますし、チャットでも入れていますので、この3つの行動をぜひ、今日聞いてくださっている皆さんにぜひ取っていただきたいと思います。今こちらのハッシュタグも表示されていますので、ぜひこれをやっていただければと思います。で、画面の方にも表示されていますので、このハッシュタグですとか Twitter、Instagram でフォローをするようにぜひお願いしたいと思います。今日のパネリストの皆さん、本当にありがとうございます。すごく重要なお話をたくさんしていただきました。またダニエルとアナさんにバトンを渡したいと思います。ありがとうございます、皆さん。ちょっと最後の方、もしかしてちょっと聞きづらかったかもしれないので、もう一回ちょっと繰り返して、どういう活動が取れるのかということを紹介したいと思います。今、画面の下にいくつかのアクションが紹介されています。まず、ツイートすること、パネルについてツイートすること、そしてこちらの No More Empty Promises、もう中身のない約束もいらないという意味のツイートをすること、そして Fridays for Future をタグすること、そして別の大陸からの活動家をフォローするということもそうですね。今日は本当に世界的な集まりなので、そういった意味で、この瞬間だけではなくて、今後もそういった声に耳を傾けていくということです。そして最後は Fridays for Future のニュースレターに登録をするということもぜひお願いしたいと思います。パネリストの皆さんからもし最後に一言などあれば。もう一つアクションがあったので、一つの紙で文字を書いてもらうというようなアクションも提案があったと思うんですが、紙を取って、なんという単語だったんでしょうか。
Just Recovery for All、 みんなのための公正な再建、その英語の中の一文字を自分で自撮りで写真を撮って E メールで主催者に送る。ではこのパネルの皆さんに、最後のお礼を伝えて、本当に今日はありがとうございます。皆さん本当に貴重な言葉を共有してくださいました。ありがとうございました。そしてこの後私たちの方でグローバルなバンナーをオンラインで作りたいと思います。これは私たちが年を取っていくと、その現状をそのまま受け入れてしまう、満足してしまう、もう変えていくことができないんじゃないかというふうに諦めてしまうということがあるので、一つの抵抗連帯を示すアクションとして、やはりこれからも抵抗し続けていくという約束を象徴するためにオンラインでバナーを作ろうと思っています。これが一つの例なんですが、こういうふうにもう一つの例もあります。それぞれ人が一文字ずつ写真で撮って、これはその犯罪者に資金をもう出すのをやめてというメッセージだったんですが、ぜひ今日聞いている皆さんにこういった形で、すごくクリエイティブなものじゃなくてもいいですよ。文字が見えればこういうふうに一文字を、綺麗ですよダニエル、ありがとう、なんとか頑張りました。これが私の最低できることです。でここに文字を書いて、そしてその写真をメールで主催者の photos@350.org に送ってもらうということです。ニッキーも書いてくれたんですね。ニッキーはユーです。アナまだ書いてないの？S を心の中に留めてるのかな。もし動いたらデスクも潰れてしまうということがあるので、ちょっと今は動けないです、すいません。もう本当にさまざまなアクションがあります。もう言い訳はないですよ皆さん。そうですね、はい。こういうふうにただ座って、一方的にテレビのように消費をするということじゃないんですね。これ聞くということだけではなくて行動をしていくということです。なのでこの、グローバルの集まりとしてこのような行動を取っていきたいと思います。でこの後またワークショップですとかストーリーセッションですとか、そういったものになりますので、そのようなものが行われている間にこれから提出される写真を集めて一つのバナーにしていくチームは待機しています。なのでこの文字をぜひ送ってください。こういった形で Just Recovery for All の中の文字はどれでもいいです。好きな文字を書いてください。あと私もいつも覚えていることですが、9月の去年じゃなくて一昨年のストライキですね、一昨年の2019年の9月のストライキの時から覚えていることは、やはり多くのリーダーも政治家もユースからそのエネルギーをいただいた、希望をいただいたというふうに言ってたんだけれども、希望だけじゃなくて行動してほしいんだよ。カナダのクルード今日も参加したわけなんですが、そうじゃなくてもパイプラインをやめたよというふうに思ったんですね。なのでインスピレーションを得るということだけではなくて、連帯を示すような行動をぜひ今日参加している皆さんにも参加してほしいと思います。もちろん今日聞いている人でパイプラインを作ったりとかしてもいないと思うんですが、そのようなことをぜひ呼びかけたいと思います。そうですね。そして最後にぜひ強調したいのは、重要なのはやはり小さな一歩だけではなくて構造的な改革を求めているということですね。
その意味でメカニズムが重要だと思うんですね。それがやはりピープルパワーがその根本的なところにあります。それ自分たちのストーリーを伝えていく、語っていくということが重要です。この後のワークショップもさまざま予定されているんだけれども、例えばアメリカの地域での活動がどういうふうに成功例を作ったのかですとか、どういうふうにそのストーリーを伝えていくのか、コミュニケーションのツールですとか、そういった具体的なワークショップもこの後開催されます。まあ、小さなアクションだけではなくて、構造的なことをどういうふうに書いていくのかということですね。それがもう本当に重要なことで、ぜひワークショップの間にも皆さんに考えていきたい、そして行動をとっていただきたいと思います。ワークショップの参加はアンナについて紹介をしていただきます。画面の左の方にセッションというふうに書かれているところがあると思いますが、セッションのところをクリックしていただきますと、どのセッションが今行われているのかというふうにフィルターをかけることができます。残り5時間のイベントになります。例えばセッションがかぶっているときに録画されるのかという質問もたくさんいただいているんだけれども、このようなパネルとカルチャーセッションはすべて録画されています。ワークショップの方は、まあ、安全ですとか、まあ、その参加者、そしてファシリティの皆さんの声があれば録画はしています。しかし、すべては録画していないです。録画しているものは、まあ、ちょっと数日、まあ、ちょっと睡眠も必要なので、ちょっと時間はかかるかもしれないですが、数日後には 350.org のホームページで公開をしていきますので、ぜひご覧ください。はい、では次こちらのパネルを終わらせて、今の指示に従ってワークショップにぜひお時間のある方はご参加ください。パネルにご参加の皆さん、そして今までのセッションも本当にありがとうございます。こういった形で本当に皆さんからの経験、そしてパッションの言葉を聞くことができるというのは本当に素晴らしいことです。今日聞いてくださっている皆さんもありがとうございます。こちらもまた YouTube でも公開されますので、今日はありがとうございました。またすぐに会いましょう。